自前になりますけど、今日はちょっと生菓子が届いたんで出していきます。これです。なんかわかるでしょうか。僕の動画をちょっと何回か見てもらってる方はわかるかもしれないですけど、プチプチで丁寧にくるまれてます。これです。ジュール、これ第3弾目です。これちょっと本当はみんなで食べようと思ったんですけど、じいちゃんは明日ちょっと畑やからってちょっと寝てしまってて、でばあちゃんに関してはなんかもう夜電話かかってくるからって言って、そのいとこさんからずっと電話しててちょっと食べれそうにないので、ばあちゃんじいちゃんは後日ちょっと明日でも食べてもらうようにします。いきますよ。オープン。おーすげー。今回はこれです。ちょっと開けてみます。こんな感じになってますね。第3層。ほら、めっちゃおしゃれです。なかなか美味しそうな形に。あれ？何をしようかで。あ、ばあちゃん電話しようったっけ思ったけど、ちょっとこれスイーツ食べるかね。ほら見て。食べよう。美味しそうなね。ねえ、お茶も飲む？お茶もええ。うん。まあちょうどええところへ結構来てきた。ここちょっとスライディア。お芋のじゃろ。いや、それも何かはちょっと言うけど、食べてみよう。うん、で明日ばあちゃんと2人で食べてもらおうと思ったけど。けど、見たら食べたい。見たら食べたい。食べたい。まあせっかく新しいうちに食べたらよ。そうか、食べてみてから。あ、これ何か前送ってき。あ、そう。あのか。ほんで食べてから何かっていうの聞いた方がいい。何か聞いてから食べた方がいい。どっちがいい？まあ食べてからでも。そうする。いただくね、よし、ではちょっと開けてみて。おお、すごいネバネバやなこれ。いただきます。ではでは、よし、どう？ではこれいただきます。これ何やろ、これ。はい、これ何やろな、このネバネバ何やったかちょっと見たけど忘れた。出汁が効いて美味しい、これ。早食べてしまいよ。何やろ。何やと、これ。そんなやつか。あ、なんか出てきた。これは何でしょう。お菓子というか、これ。うん。わかった。そう、その味がするわ。あー、すごい、この風味と、この風味と口の中に、口、その卵を食べてみや、なんかわからん、この風味と口の中入れた焼いた感じの、わからん、何やろ、うん、味を食べたことあるような感じ。そうやろ、絶対あるよ。で、この中間の層を食べてみようかね。野菜、これどうでしょう、野菜やね。これビールにでも合いそうだね。うん、あ、そうか、中間の層が、うんうん、お茄子でもない。そう、茄子やね、これ中間のゼリーがすごい、この茄子自体も焼き茄子の味がしっかりするけど、この中間の層がまたすごい茄子の風味と味わいがすごいします。ね、うん、焼いた匂いはわかるね。そうそうそう、それこれは年配の方にも好かれるようなお菓子やない？お菓子、お菓子、うん、で、ちなみにね、これビールにでも合いそうな感じだね。うん、2回言うたね。茄子はね、あったね。茄子と、もう食べたき言うけど、一番上はオクラに変わらん。あ、そう言ったらそうや、うん、ネバネバやもんね。でもオクラっていう感じはせんかな。和のお菓子やね、これ。下はこれ卵？どうでしょう。
これ卵じゃない。何やろ。一番下の層は素材の風味がすごいするのと濃厚な味、すごいあの本当もぎたてできたてをすごい濃厚な品質のやつを潰してしっかりと丁寧に味付けされた感じ、これは美味しいです。何やと思う？俺分かった。一番下のやつはもう美味しいね。なしでもないし、なしそんな色じゃないの。ぶどうだって青、ぶどうだって緑やん、違うやん。何やろこれ、果物？ね、果物というか野菜というか、一番下当てて、当てたら流しちゃうわ。あの膝を揉んじゃろう。明日二人で食べちゃうよ。カマン食べちゃう。カマン食べちゃうやん。歩きあの一人が二つずつやっけ。あのじいちゃんが前みたいにあの勝手に取って食べんかったら見つけて、見つけるの上手やけね。冷蔵庫の中にあるもん。何やろこれ。当てて。わかった、あんたは。うん、味でわかる。でもね、すごい濃厚なこれ。果物？果物、いや果物っていうか、そういうか軟禁でもない。違う、まあ、色は似ちゃうけどね。味わったらもうなくなったね。言うてやろうか。うん、トウモロコシと、ああ、そう言うたらかぼちゃやろと思った、黄色いって。なんでこんな甘みがあるんやね。でもトウモロコシにしてもものすごい、これ甘みが、旨みがすごくない？まあ変わった。第1弾のいちごと第2弾のあのブルーベリーは、まあ、どんな世代でもいけそうやけど、どっちかって言ったら若い者世代かな。今回のはすごいちょっと結構年配の方を意識して作られちゅうような気がする。勝手なイメージやけど、俺が応援しようというか、応援しよう俳優さんがあのヒロミを見ることがなく破棄されていく食材、フードロスっていうことにアクションとして覚えちゅう。何か自分にできることはないかということで、食べられるものを捨てる、それがとても悲しいから、捨てられる食材に新たな命を吹き込み、みんなが笑顔になれるスイーツを作りたい、そんな思いでできたのがジュールということ。ものすごく上品な味、お味。これですね、今回第3弾、なんとトウモロコシ、オクラ、ナスをそれぞれ違う調理法で個性を出しつつ、たつき自慢の出汁で融合させた一品ということです。じゃあ総評と締めお願いします。これ生まれて初めてのお味ねえ、うん、美味しかったね。であっさりして、で星はいくつでしょうか。いろいろねえ、いろんなもの、ずいぶん努力必要ねこれ。うん、皆さん待ってますけど、星は、あら、おじいちゃんに言ってもらったらいいよない。まあ後で言ってもらってもいい。今回は今回でばあちゃんに言ってもらって。私10点。おお、ほんまに。うん、すごいね、10点。だって初めての味やもん。確かに初めての味やね。うん、ようここまで研究 してね。味付けとかもすごい考えられるらしいね。ものすごく高級感があるわね。まあ、それはあるか。だって日本料理の専門店の方が監修して一緒に作られるんやからね。それは高級感。あ、なんていう？普通のお菓子とは違うね。うん、そうやね、違うね。食後にお菓子類になるかな。スイーツやな。うん、おかずじゃないわね。うん、ごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです、うん、はい、初めて、誰も食べてないの。美味しい。あ、でも今回届くのがこうみんなの家庭に届いたのは今回初めてで、毎月毎月違うメニューが届くから、これはもうすごい早い、もう他に食べ、これ取りゆう人しか食べれんようなやつよね。食べらせてあげたいね。誰に？お友達。
言うちゃってもいいかもしれないです。この人贈り物としても喜ばれるかもしれないです。この入れ物もおしゃれやし、丁寧に作られちゃうし、高級感があるよ、すごく、うん、もう本当に中の素材とはね、なんかいつもでもこう、あのこの品物書きが入れてくれちゃうけど、今回入ってなかったけど、そう言ったら本当な南京、黄色い木南京やろか思ったらやっぱりトウモロコシやな。なぜだってこれ、これまあ2つしか持ってきてないけど、入れ物が綺麗やからって、ばあちゃんこれ入れ物が丈夫やから、これが6つありますよ6つちゃうか。まあ長生きしたかね、長生きしてたらいいこともある。これはね、どこ食べてもいいで、食べたかった、みんなが食べてるわけじゃないきね、まだじゃあ食べたかった、一般の人はこれ取り寄せしか買えん。食べたかったら食べていいで、もう行こう。もういい、もったいない、はあ、でもこれ早いうちに食べるっていう感じで、あのそんなに何日もけるもんじゃないと思う。考えれんね。あ、そう、うん、何が考えれん、こんなにオクラとかお野菜が変わるか、うん、好評やと思うけどね、取り組みが素晴らしいわね、まず。まあ頑張ってください、また次の明日次どんなもの作るやろうねちなみにですよ、これを見てもろうて、これを見てもろうて、次回に、いやそれやったら食べたいっていう方のために、次回のあの予告もあって、贅沢に和栗の実をモンブランに仕立てて、紫芋と玄米茶で香りをマリアージュしました。食感を残した和栗のモンブランと、中心にある和栗の甘露煮のコンストラストをお楽しみください。冬は冬で、あったかいお部屋の中で、うん、ちょっとなんか欲しいなと思う時食べるとか、夏はすごくいいと思う。トウモロコシがね、本当に味が、ほんで、ナスはすぐ分かった、お味で嘘いないや、分からなかったよ、最初。確かに言われたらナスがしっかり入っちゅうね、これ。いや、ナスは分かった、お味、あの、焼いたほらほんまに、あれプリンみたいなライトね、これ南京やろうかと思って思ったけど、甘いし、ほら、よし、休めます。はい、ゆっくり休んでください。では、はい、ジュールさんのスイーツでした。まあなんて高級感がすごくあるね、けど素材はあれやけど、素材はあれってどういうことかわからんけど、入れ物もね